つはおらへんやろな。どのシステムにも入り込むことができて、ファイアーボールを無力化させて、その上誰にも発見させることなく仕事を完了することができる。ファイアーボールが無力化されたら、うちのコードブレーカーのデビルやったらシステムに侵入して、どのデータをも盗むことができるやろ。どんなセキュリティがあって無駄や。あの一撃の音は今でも忘れられへん。彼女は決定打を打ったんや。リングを出るのは危険やけど、たまに必要な時もあるんじゃ。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。隙をついて一撃を食らわせた。あの二人を止めることのできるアンチウイルスはわては知らんな。昨晩の仕事も例外やないな。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。これで流れは彼女の方に行った。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。一部のハッカーは調子が出ることが多々あったけど、ナオミの場合は特殊で光るねんな彼女。リングにまた投げ込まれた。隙をついて一撃を食らわせた。あの技で彼女は主導権を握ったんや。隙をついて一撃を食らわせた。デビルを駆り出せんのは金と戦闘しかない。あの二人はそんなに長く抑えられへん。やる気満々やからな。あの一撃の後は今でも忘れられへん。彼女は決定打を打ったんや。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。隙をついて一撃を食らわせた。あのアンチウイルスを意に介さず突破されたな。あの技で彼女は主導権を握ったんや。これで流れは彼女の方に行った。見たことある。どういうもんか体でわかる。ワテはリングに出た。オーソリティのセキュリティは怒った時のうちらのパートナーの敵やないわ。デビルは信用できへんけど自分に嘘つかへん性格や。データ回収は専門ちゃうけど高価なものを盗むチャンスを逃すはずがない。何が何でもそのデータキャッシュを獲得できるやろ。
リングで決着をつけるしかなかったんや。彼女は決定打を打ったんや。あの後で何百ものプログラムを葬ってきたのを私は知ってる。オーソリティのセキュリティシステムはサイバーネット上ではかなり難しい部類や。冷酷で好戦的、クラックするのも不可能に近かったはずや。ただデビルはチャレンジ精神旺盛なんや。隙をついて一撃を食らわせた。もうキャッシュはうちらの手の中にあんねん。セキュリティなんかあってないようなもんや。Here are your winners, Cyber Naomi.